今日は人気の和菓子手まり菊を作ってみます。色をパステル調にしたり、大きさを小さくしたり、たくさん可愛くアレンジができるお菓子ですので、どうぞ楽しんで作ってみてください。それではどうぞ見てくださいね。お菓子はきれいにできましたか？また見てくださいね。ありがとうございました。